皆さんこんにちは、マツダの小貝でございます。今日は皆さんにマツダの新世代商品第4弾新型デミオをご紹介したいと思います。 CX5 アテンザアクセラ2011年から導入した新世代商品群はマツダの目指す走る喜びを実現するとともに優れた環境安全性能を全てのお客様にお届けするという私たちの願いを体現した車たちです。これらの商品にはエンジンだけではなくトランスミッション、ボディ、シャシーなど車の基本性能を革新したスカイアクティブ技術、鼓動デザイン、そして先進の安全技術や新しいコネクティビティシステムが採用されています。それら新しいマツダの技術と考え方のすべてをコンパクトなボディに投入した新型デミオ。初代モデルから数えて4代目となりますが、初代から一貫して発売のたびにコンパクトカーの新しいやり方を提案してまいりました。今回の新型デミオで行った挑戦はデザイン、走り、機能性などあらゆる領域でセグメントの既成概念を打破すること、これまでの新世代商品と同等の価値をコンパクトカーで実現することを目指しました。例えばクラスを超える圧倒的な走りと燃費性能を提供するため新開発の小排気量クリーンディーゼルエンジンを搭載いたします。また新世代商品の導入にあたり私たちは生産開発のプロセスについてもものづくり革新により根本から刷新してまいりました。とりわけ新型デミオにおいては海外生産を加速させ為替変動に強いビジネス基盤を作るなど構造改革の面でも大きな一歩を踏み出していきます。常識を打破するというマツダのチャレンジングスピリットを最大限に生かした素晴らしい商品に仕上がったと自負しております。豊富工場で生産を開始し日本から順次グローバルに発売してまいります。どうぞご期待ください。マスター